随陵高校と菊里高校では倍率なども考えるとどちらの方が合格しやすいのでしょうか。随陵高校の方が合格はしやすいと思いますよ。なんでかって言いますと、高葉随陵の受け方と、あと随陵を第一にしてくる校っていうのがいますけど、菊里は第一にしてる子結構多いと思うんで、もちろん旭ヶ丘から落ちて菊里っていう子もいますけど、ただバランス的にはレベルが高い子の方が菊里集まるわけじゃないですか。なので随陵の方が受かりやすいと思うよ。菊里の方が頭のいい子たちが集まるから、点数はだいたいね3% か 5% なんで、6問点数取ればいいって。6問って結構大きい。明大進学なら高葉以上の高校なら滝以上の実績がありますので理解はできるんですが、菊里より下のレベルの高校になるとレベルが1つ下がるだけで大学進学高学実績が極端に落ちてしまいます。千種高校は偏差値68程度ですが、今年の明大現役合格実績はわずか6名です。高葉と比べても10分の1くらいになってしまうので比較にならない気がします。それは学費の問題じゃないですか。あと場所的なものとか、あと校風的なものとか。なんで、さっきも言ったんですけど、合格実績で最終的に比べるじゃないですか。例えば、明和なのか、高葉なのか、随陵なのかとか。あと、さっきも言ったんですけど、中学から入ってる子と高校から入ってる子のデータが別々に出てるわけじゃないじゃないですか。だから、中学から入った子でそういった実績だったら、あ、そうだねっていう話になると思うんですけど、例えば高校から入ってる子たちが、名古屋大学の現役合格が、例えば5人だとしたら、千種高校と同じぐらいって考えるじゃないですか。人数的にもどうしても私立の方が少なくなっちゃいますけど、高校から入った子たちの方が。そういった考えになると思うんで、結局データがちゃんとしたものがないからっていうのはありますけどね。データがなくて難しい判断なんで。だからさっきも言ったんですけど、一斉にスタートするのがいいのか、それとも揉まれる方がいいのかっていう考え方もありますし、